ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していき、料理との思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラコこと南キラと、あゆと、ギリオこと木更木リオと、サッチーこと音野サッチと、花民こと花瀬美久の5人がお送りしてます。せーの、はじめまーす。長く感じました。ミクはちびまる子ちゃんずっと見てたよ。ほっこりしてんな。いつも見てんじゃん。ずっとじゃん。本当にも何の話が面白かった？前田さんの話。前田さんが出るから。前田さんの話見て、いいやつで見てください。はい、というわけでこれを機の皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス0957-27-0840 27-0840。メールアドレスはniji@771fm.co.jp niji@771fm.co.jp。 FM 諫早のホームページ、アプリからも受け付けられますので送ってください。待ってます。それではここで聞いてください、ジキルとハイド。今日は俺のマイブームコーナーです。今日の担当はミクです。イエーイ、頑張れ、はい、頑張れ。あのこれ回ってきたら自分で回すからね。うん、そうよ。ミクはさ、なんかさ、ミステリアスなとこが多すぎてさ、なんかとりあえずちびまる子ちゃんっていう情報しかない。なんかあんまりわからんやな、うちらね。もう自分のマイブームで話が持つかめっちゃ不安ない。持たせてみやがれ。頑張って。それでは発表いたします。重大やないか。私の前ごめん、全部言わないよ、全部聞くよ。私の前ブームは大丈夫、自分でドゥルル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 
ジュンなんだなんだっけちょっと待ってごめんごめんルル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 ジュン投入です。おーイエーイ変えましたな。あれあれサイズ感はあんま分からんかったね。あれあれめっちゃ高いやつじゃない。本当はねそう200ミリしかないのに、うん、あの声優に行ったら1リットルがあったの、うんバカでかいやつ、味がついたやつの、そう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 、うん、しかもあの豆乳のバナナ味がミク一番好きなんで、で、あの250だと、うん、その色を見ずに飲めたわけよ、うん、このストローさして飲むから、うんうん、でもその1リットル買ったらあの、うん、注いで飲むんだよ、うん、そしたら色がね見えるの、うん、そう、うん、見えてなんかえあれさなんかわかるよなんかさでっかいさ針みたいなの刺すやん、そう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 、うん、ミシンの針みたいなやつ、そうそうそう、あれあれごと直飲みしてたよいつも、そうあれ結構逆さにしても飲めるよ、うん、あそうなの、出てこない大丈夫、うん、あれでいきなりなんかでなんか予想と違ったのよ色が、色が嫌な嫌な意味でもっとちゃうってやつ、もっと黄色っぽいと思ってたら、うんうん、なんか泥みたいな泥水出てきたみたいな泥水すごい最悪や、しかもちょっと緑に近い茶色みたいな、なんか嫌やん、そう嫌なやつ、飲む気うせるやつ、大人の豆乳がちょっとさ白より濁ったみたいな、うん、そうなるよ、なんかあの履き古びた靴下みたいな、そうやだ学校の靴下みたいな、あと半分残ってるのにでもねあれその大きい豆乳ね本当に開けたら1週間ぐらいでドロドロになるけん気をつけた方がいいよ、そ私それで1週間でドロドロになって中身水にパスタにぶち込んでドロドロ臭いボサボサの豆乳入れてしまったけん食べれたけど大変食べたね。それ食べるやろ。本当にあれ本当にやめた方がいい。結構早めに開けたら早めに飲まんといけん。もう4日ぐらい経ってるけど。もう結構経ってるから。今日全部飲みな。このラジオがね放送される頃にはドロドロだから。でもさ。こうさほらあの机の中で牛乳パック買うじゃん、そんな感じでさやってみたらいい。どういうこと？買わないの？腐らせるのわざと。どういうこと？は？どういうこと？しないの？ないなんか荷物のロッカーとかに牛乳飲まないでわざと1ヶ月ぐらい放置しとくの。なんで？何のために？なんかどうなるか実験みたいな。やばいやつやん。一回やったら怒るやん。うん？一回やったら分かるやん。何回もしよるの？いやなんか、うん、あの興味がそう季節とか季節とかさ四季折々の牛乳の成長を見届けないから。それあれやん、朝の会とかさあの帰りの会とかでさこういう牛乳が見つかりましたよ。あこう夏休み前とかの大掃除とかで発掘されてそれを家で作り、やだよ。やってみようかな。前ブームの時に、うん、次回ってくる前ブームの時に前回で言った豆乳がなんと成長しました。え5ヶ月寝かせんの？目が生えました。えまた回ってくんのこの前ブーム？嘘でしょ。嘘よ。嘘でしょ。もう今日今回乗り切ればもう終わりってますよ。だって5ヶ月経ったら多分あなたも成長してるよ、うん、触ってる顔してる、うん、その頃もまだ豆乳飲んでるんですよ。豆乳飲んでるの？それはずなんかね、うん、なんだろう、豆乳っていいって聞くじゃん、うん、どこに何何に、うん、おっぱい育乳育乳か可愛い育乳効果はあったんでしょうか。あ、うん、どうだろう、まだ飲んだばっかだからわかんない。でもあれマジで効果ないから、うん、ないあの先輩が教えてあげる。あれはマジでない。だってあゆちゃん狂ったように飲みよったもん一時期。もう豆乳豆乳みたいな。じゃあちょっとやめようかな。いや今でもちょっとなんかきなこミルクもいいって聞くからきなこミルク今飲み始めてるから。あんた一緒大豆よ。一緒よ。大豆大豆大豆。じゃあ毎日豆まきしよう。豆摂取したらね。最初に豆まきしようじゃん。ボリボリ食べなよ。うん、でもさ豆乳さ一時期なんかアイスにするみたいな流行ったじゃん。あったね。美味しい。あれあれしたことない。したことない。ないないない。いろんな味でするんやろ。あ違う一回したわ、したした。でもなんかねめっちゃ硬いの。あのアイスとかはさほら滑らかなるやん。えなんかイメージあのムースのアイスあるやん。うん、あんな感じか。違う。めっちゃ硬い。もうカチカチよ。氷氷氷。ガリガリくんみたいな。作り方の問題じゃん。いやあのパックごと固めるよね。そう固めたらめっちゃ硬い。もうやばいよ。だけあの普通ガリガリくんみたいにさ
借りていけると思うやん、うん、シャーベットみたいにならん、うん、マジで、前は痛みたいなチーンってなって一回やった流行った。でもあれめっちゃなんかしてみたいなって思うけど、うん、なんかめんどくさってなってやらなかった、うん、なんか忘れたまま冷凍庫に何ヶ月もいってめっちゃわかるで、ヤクルトとかそうなりがちやもんね、飲んじゃいそう、ほらあんたまだいたのって自分が言ったのにアイスですればいくつでもいけるんかな、あれって冷凍すれば何でも持つやん、うん、でもアイスって賞味期限ないもんね、ないよね、うん、そうなの、そういうのはないよ、引っ越した時にもらったアイスあるよまだ、時が止まるよ、えでもなんか冷凍したらさ、うん、ずっといくつもいけるんだ、お肉もずっと冷凍してる、うん、だからダメなやつももちろんあるけど、書いてあるやつはそれまでやけど、うん、書いてないやつでいくらでもいけるっていうね、いくらでもいける、全然いける、冷凍庫最強じゃん、冷凍最強、うん、いけるいける、人間だって冷凍保存できるんでしょいつかは、うん、知らんけど、あ死んだら死んだら、うん、あ死ぬ前に、うんうん、もうすぐあんた死ぬよって時に、うん、あっ、ブヒーって言うと、はい、そう、すごい、それ溶けたらすぐ死ぬじゃん、だからその溶かす技術ができるまで眠っとけよって話、生きてるってこと、そうそう、中で、あ、そういうこと、中で生きてんの、溶かしてる間に死んじゃうから、一気に溶かせる技術が見つかればいい、お湯バッてかければいいんじゃない、だってほらそんな嫌な氷じゃない、違う、そんな簡単にさ生きてったらもうみんな生きてるわそれすごいロマンチックね、そうあれだよ、だけ南極とかさ北極の氷溶けおるやん、溶けだったらそのずっと前のウイルスとかが溶けて、うん、あの出てきて新しい風の菌とかが出てきて、コロナはそれ、コロナは関係ないそうそう、だけどバイ菌とかは凍っとったやつの中におって、まあ、出てこれるけんか、うん、神秘的だね、そうだけど生物もありえるよっていうやつ、なるほど、すごい、なんか今までのラジオで一番楽しい今日頭まさか、うん、目がキラキラする、なんか褒められた感じする、すごいな、豆乳感ありがとう、豆乳の話を出してくれて、すごいね、でも豆乳だけじゃ多分あのダメよ、うん、でかくならんよ、でも豆乳でも好きよ、豆乳さちっちゃいパックやったら3口ぐらいで終わらん、終わる終わる、一瞬で吸ってしまう、絶対笑んや今の、ね、笑んや、話合わせたら終わる終わるそう終わらんよマジで、一吸いがでかいんかな、みくねめっちゃチビチビ飲むよ、なんか、うん、なんかでもそんなチビチビ飲んだら豆乳口の中ネマネマする、ね、センスネマネマ、一気にもう口いっぱい吹くみたいな、ペチャペチャ口鳴らしたくなるもん、なるなる、あと牛乳飲んだ後みたいなね、口の中ね、なるなる、だけどもう一気に吸い込む、もう毎回だけどすぐベコベコなるキューンってなるけんか、やだ緑が一番好き、普通のやつ、普通のやつが一番おいしい、なんかいろんな味試すけど一番おいしいのは普通のやつ、いやバナナ味ね、マジでおいしい、でも泥ないやろ泥200で飲んだよ、200ミリで、あ、うん、見えないよね、あのあれみたい、あのチョコバナナのさ、あ、お菓子、あ、あ、あ、黄色いやつね、あれを溶かしたやつみたいな、結構じゃああれ作り物系の味するんや、そう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 、フルーツミックス系じゃないってことお菓子が分かってない、うん、分かんない、あるやん、これなんかさ、猿の絵が描いてあるやつやん、こう黄色いちっちゃいさ、ラムネみたいなやつ、キラちゃん分かるやろ、分かる分かる分かる、ね、うん、ある、うまい、うまい、ある、うまい、うん、めっちゃ美味しいやつ、うん、分かってない、猿がチョコバナナ持ってる、そうそうそう、見せたい、美味しいよ知らんよあれね、そのバナナ味さ、ホットケーキとかそれで作ったらうまそうじゃない、あ、それね、あれ書いてあった1リットルの裏に、あ、そうやろ、それ使ったレシピみたいな、そうそうそう、それバナナケーキみたいなのちょっと美味しいやろ、それは美味しそう、でも泥になるよ、食べる色が、ね、そしたらバナナで作るよ出るよね、ちょっと他はなんかないの、ハマってること、うん、これね、あ、考えとけばよかったな、しっかり、え、ほんとミク、ななんか謎、うん、なんかマジほんとにちびまる子ちゃんしか言ってない、うんうん、そう、なんかみんなちびまる子ちゃんって言っても、うん、みんな飽きてるだろうなって思って、うん、それは言わない方がいい、飽きてるよ大丈夫大丈夫、そういうのは永遠に続けて大丈夫、うん、あ、じゃあちびまる子ちゃんでじゃあちびまる子ちゃんは誰が好きなの、そういう推しは、推し名は、うん、マルコの姉ちゃん、あ、面白い、姉ちゃん、姉ちゃん名前何やったっけ、さきこちゃん、さきこちゃん、へー、初めて知った、なんかさ、こうさ、ライブがさ、うん、土日なかったからさ、うん、その普段見れないじゃん、ちびまる子ちゃんとか、うん、サザエさんとか、うん、クレシンとかさ、うん、金曜日かそれは、うん、なんかさ、新鮮だったこの1ヶ月間、うん、そうね、うん、コナンだみたいな、いろいろ時間長すぎた、うん、なんだこの時間って思い、なんか何したらいいのかが本当に分かんない、12月からデビューしたミクがこんなになんか
ボーってなってるからさ、もうみんなどうなってるのか死んでんじゃないかなと思って本当に死にそうよ。もうすごかったよ、あのデビューする前の生活に戻った。うん、そう、なんか小学生の気持ち、うん、なんか、うん、でもなんかこの今めっちゃ愛はこの思ったのは、この期間に思ったのは、学生だったらこの期間に宿題っていうのがあるわけじゃん。でも私は今ないから大人って最高だなって思ってだってさ、ぐーたらぐーたらしといても怒られないんだよ。最高だなって思いながら、なんか宿題しなきゃなんだっていう気持ちにならないで幸せっていうのをこの1ヶ月で学ばせていただいたそうだからもう学生たちがかわいそうですそう、でもね、本当寂しかったって寂しかったけどさ、うんうん、それぞれね、本当にバラバラやったと思うよ、うん、めっちゃバラバラだった、うん、全然会話もせんかったしな、うん、全然せん本当に直しよう、お酒飲んでたさっきね、サッチーが酔っ払ってる写真を見たひどかった、めっちゃ面白かった鹿児島で酔っ払いましてねすごいね、5人 ?5 分の4がお酒飲めるんだよ。そうだよ、リオの誕生日になったから。いじめやん。いじめじゃないよ、ないよ。だってさ、なんでさ、キラはさ、うん、あと5年、知らんよ。だってさ、おかしくない？変わんないじゃん、中身、なんか中身見た目も変わらんやろ、いいやん。ダメよ。ダメか、体の成長があるんよ。やっぱ頭脳頭脳でも歩みくりよりおっぱい大きいよ。そこかよみく言ってやれみく言ってやれちょっとちょうだいなんでこびるんだよまさかのおっぱいよちょっとちょうだいしかも本当に取られたから触り寄ったけみくこういうとこ面白い。いや本当最近なんかあの発掘されてるよね、うん、あの笑いを取ろうとせずに面白い。ほら、うん、あのさ、ライブない間さ、ショールームやってたじゃん、うん、もうその間もさ、うん、もうあの言えない面白いって言ってたからさ相当面白かった。うん、だからリオにさ、お誕生日おめでとうのメッセージびっくり取ったじゃんね、うん、ツイッターで。そしたらリオの好きなとこ、いいところをね、スピーチ、みんなの前でスピーチしたみたいなスピーチしてどうぞみたいな今絶好のチャンス、まあ、今いいじゃん、ね、やりな。え、今すごいあのバイブーム一つ思いついたの。あ、じゃあそっちにしよう。スピーチは今度でもいいからね、ちょっとスピーチはちょっと焦ったわそれ今度自分であの動画さ、自撮りで見るみたいなってさ、ツイッターにすれば2分やば。あのね、自炊にハマってるかな。自炊すげえ。最近してないけど、ちょっと20年ハマってるって言うな。20年前ぐらいのマイブームやった。何作ったん？1日目にね、ホイコーロ作ったんよ。それさ、あれやないと、それさ、野菜切ってさ、野菜って言うぞ。それそれ何日続いたん、そのマイブーム？5日間ぐらい。いや4日だ。4日1日目ホイコーロー、2日目麻婆豆腐、3日目あの白菜と豚肉を、うん、のなんかミルフィーユみたいな、で4日目うまかっちゃそれやばい。それ3日坊主なもんやろ。うまかっちゃんとか違うね。1日さ、基本まあ多くて3食あるやん、うん、1回なん。いや、あのね、朝昼食べんで、うん、夜そのその麻婆豆腐とかあのなんだ、もう言葉が出てこない麻婆豆腐とかホイコーローとか4人前作るんよ、うん、でそれを1日で全部食べる。あ、夜に近く食べる。朝昼の分を夜に全部摂取するんだ。そうやばでもね、量も一緒。へだからね、一緒それ入るの3食分。入る。なんかね、なんか朝とか起きてないやん、まずね。そうそれはそうだけ、気が向いた時に食べたら1日1食でなんか終わってるよ。え、なんでお腹がさ、空いて目覚めないの？目覚めない。寝てる。それは目覚める。え、お腹空いて目覚めるよ。いや、お腹空いて目覚めるよ。目覚める。ない。狂ってるよ、多分。キラはお腹空いて目覚めてポテロングが口にぶち込んでまた寝る。朝起きます、お腹空いて起きます、食べます、テレビ見ます、寝ます、昼起きます、寝ます、夜食べます、寝ます。ずっと寝とるやん。くっちゃくっちゃでしょ。え、でも自炊楽しいよ。楽しい。ドキドキしたら楽しい。そう。え、でももうなんか日課になった。ちょっと私ちょっと自炊してるんでごめんなさい、このミクの時にね、こうアピールして一番ちゃんとやってるの。
のサチじゃない、うん、サチじゃない、ね、実家に帰省したんですよこの前、うん、でも親って料理せんのよ本当に私のお母さんとかは、うん、だけもう自分で作って食べたいってなった自分の料理が食べたいってなった、うん、でも自分の料理って一品毎回あの量計らんのよ味付けの、うん、だけ毎回味が違うけど美味しいよちゃんと、うん、でも二度と同じ料理作れんの、うん、あれ今日も美味しいってなったらもうそれに味が合うながらあ、お前のなら美味しかったどうやるんだっけなそんな感じで過ごしてる、うん、でもサッチーが前さなんかツイートしてたじゃんなんか、うん、1ヶ月分のやつをあ、うん、あめっちゃあれしたいなって思ってあれ、ね、これで生きていきますってやつね、うんうん、そう、それで生きていくでもなんか保存方法とか知らんちゃうえ冷凍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 なんかねミグ前ねお母さんがね、うん、冷凍した白米を解凍して食べさせられたんよ、うん、そしたらめっちゃネチャネチャしててそっからなんか解凍冷凍したやつを解凍したやつ食べれなくなってそれは冷凍したご飯がもともとやわかったんやと思うやわかったからちょっとやらかしたやつやったと思うそう、うん、もう全然冷凍でいける、うん、しかもなんかほうれん草とか椎茸とかは意外と日持ちする気がするほうれん草美味しいね、うんほうれん草美味しい。なんかリオほうれん草食べなさそう。めっちゃ好き。え、なんか食べなさそうじゃない？なんか無縁の人。え、なんかほうれん草だけむしゃむしゃ食べたそうじゃない？食べてるよ。キュウリとか食べてる。それはそうだよ。あの最近セブンイレブンにさ冷凍のさ、うん、ほうれん草のやつがあんの。あ、あるね。超好きでそれとうどんの冷凍ずっと食べてる。めっちゃ美味しいほうれん草。ほうれん草。真顔で言わないでほしい。めっちゃ美味しい。ほうれん草もうずっと食べていきたいもんこれからほうれん草は何でも合うもん何でも入れる、うん、生きていけるあれだったらオールマイティえけどほうれん草のムースが好きだよ何それ、うん、小学校の給食で出てて、うん、そう、あの、何それめっちゃ美味しいあのねまずそうって思うやん、うん、なんか色がやばそう、そう 色はね、うん、緑の汚い色なのほんとになんか緑じゃなくて緑なんか、なんかあの妖怪の血みたいななんか緑みたいな感じの汚い緑なんやけどめっちゃ美味しいほうれん草どこみたいなただのムースあとさほうれん草ちょっと煮詰めたらなくなるよね味ねなんか美味しいです、うん、私あのほうれん草が小さくなる瞬間が好きほうれん草って大きいけど火通したら小さくなるよね、うんうんうん、めっちゃ多めにフライパンとか入れても蓋したらしなーってなるそれがすごい好きわかるそれはわかるみんなちゃんと自炊するんだねするよ、うん、するね楽しい、ねうんまあ、私自炊するのにさちょっと、うん、ごめんあの喋っていやいやもう助かるやったあのミクははあよかったみんな喋ってくれてって思ってるから実家に帰ってね妹も新学生に新学生るんよ、うん、大学にね、うん、妹がねティファールのねあの持ち手付きのやつをね、うん、おばあちゃんからもらったってね、妹料理せんのに私の方がするのにさ私はもう古いごなんか家の使い込みゴミみたいなって言われてたの5まで出とってゴミそれで妹にねティファールなんでちょうだいよって言ってあの1年間使わんかったらくれるっていう契約をしたからめっちゃさ、めっちゃ話変わるんやけどそれディファールのこと言われずとケトールって言われたケトール定期ケトールやけんさケトールどこやったっけケトールディファールやわ今思い出した面白いディファールディファールケトールじゃないわケトールケトールってダーンはケトリやんほんとだねケトールいや今確かにディファールだったわまず昨日までめっちゃディファールのことケトールって言った家で一人でずっとケトールところってよなんでバロンもびっくり電気ケトルだからケトルとディファールが混ざってケトールディファールのケトルをそうケトールやばいバカだねそういう脱毛とかのさなんかそういう商品名みたいなあったよ三宝石で言ってた昔くるくるするやつやろそうそうくるくるさてもうくるくるはいさてそろそろ時間となりましたメッセージ中で待ってるので気軽にどんどん送ってください待ってますそれではここで一曲聴いてもらいましょうミルクセーキでミッドナイトモノローグアルコールのカクテル
それでは私は映画ミルク世紀の告知をさせていただきます。明日28日土曜日は福岡市のブードゥーラウンジにて裏見るたびに、翌日29日日曜日は福岡市のベイサイドライブホールにてストロングロックエナジーに出演させていただきます。久しぶりにライブでーす。キラはコロナで、おいコロナでお休みです。コロナのバカあーもうこんな時間今週のミルク世紀大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。キャンバー聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルク世紀にお付き合いいただけますように。それではまた来週。私たち中谷からミルク世紀でした。